番聞きたいのはこの話だと思うの。というわけでよろしくお願いします。はい、シャオです。よろしくお願いします。今回はネットサービスから見る中国のイノベーション、これ、前回ヤフーかなんかでちょっと先月やったので、このスライドもしくはこのスライドの動画を見たことがあるって人いますか。まあ、俺撮ったからね。はい、まあ、半分いなかったんで多分内容だいぶ被ってるんですが、ちょっと進めていきたいと思います。自己紹介ですが、まあ、自己紹介の代わりに、感想を言い忘れてたので、この場で感想を言いますと、はい、今回観察会、3回目なんですけれども、観察会行って、まあ、同じ場所にもジェネシスさんとかも含めても何度も行っていると思うんですけれども、こうその深センの変化というか、その成長って言い方も良くないですけれども、成長の方向性がやっぱり自分たちの見ているところ全然違うところで、まあ、ちょっと伊藤さんの話にも被るんですけれども、その深センが、いかにどういう領域の問題解決しようとしているのか、どういう目線なのかってところがやはりすごい目から鱗だなと思いました。やっぱりそういったところが非常に印象的でしたというところでございます。多分自己紹介も読んでる方もいるかと思いますが、次いきます。ということで、まあ、今日のテーマは、中国のネットサービス、まあ、中国大陸向けに提供されている特色のあるネットサービスを、まあ、いろいろとちょっと自分で見たものを中心に話していこうと思います。なので、あまり深センってところではない話が非常に多くなりますが、そこはご容赦ください。でまず、まあ、今回の連絡手段では、まあ、皆さん使っているし、まあ、多分この中で全員入れていると思います、WeChat だと思います。でまあ、WeChat、まあ、いわゆるチャットアプリだと思うんですけれども、おそらく深セン歩いて分かる通り、まあ、その、連絡や交流の手段だけではなくて、お店やあるいはサービスとコミュニケーションするために使うってことが多いと思います。でまあ、LINE さんだと、まあ、LINE アットとか LINEPay っていうのをやってるんですけれども、まあ、こういったものが情報発信の延長であったり、まあ、クレジットカードの置き換えであったりとこにとどまっているのに対して WeChat の公式アカウントというのはアプリケーションとして作り込みがすごいできますと。なので、まあ、QR コードを見かけたらとりあえず WeChat を読み取りましょうという地位を、まあ、築いています。で、まあ、どういうところに WeChat QR コードがあるかというと、例えば店員の胸に貼ってあって、まあ、店員にこうスキャンするとチップをあげること、やばいなんですね。なのでこれはまあアメリカとかだとチップはなんか枕元にあのお札を置いてくださいみたいな習慣ですけれども、まあ、人間に QR コードがついているという、まあ、すごい例です、はい、で、あるいは、みんな QR コードを使ってどうなるかというと、これは深セン大学の掲示板なんですけども、そもそも QR コードしかないあれ QR コードを読み取らないと何が書いてあるかわからない人類もうついに QR コードを見ないとやばいなって感じですね、はい、これたまたま今日見かけてしまったのでショックだったのでありました、はい。で、WeChat もう一個ミニアプリっていうのもありまして、でこのミニアプリっていうのは、スマホのアップストアみたいな感じなんですけれども、 WeChat の中でちっちゃなアプリが動きます。で、まあ、テクノロジー的なことを言うと、まあ、HTML に近い、もっと正確に言うと Web コンポーネンツっていうものを使った、HTML の詰め合わせをチップしたものがダウンロードして降ってきますっていう形 で、まあ、これだと何がいいかというと、WeChat ログインとかあるいは権限とか、オフラインでも使えますとか、あるいは決済や GPS が使えますという機能があります。でそうすると App Store でアプリを入れるのではなくて、バーコードをピッと読むだけですぐにこのアプリがロードされて使えますと。そうすると、どういうアプリがありますかというと、順番逆なし、失礼しました。となってます。で、さっきの Web コンポーネンツを一応簡単に見てみますと、WeChat HTML と WeChat スタイルシートと JavaScript を組み合わせたフロントエンドになっていまして、でこの画面、Tencent が配っている IDE です。で左側に WeChat XML、WeChat HTML のシミュレーターが起動していて、で、まあ、ちょっと小さいですけど、よくページとかビューとか見たことがないタグがあって、でこれで WeChat 上で、アプリを作ることができるようになっています、はい。で実際どういうアプリがあるかといいますと、例えばこれマクドナルドなんですけれども、まあ、マクドナルドを多分WeChat で支払える機械が置いてあるんだとかいう話がよくあったんですけど、 もはや機械とかもうなくないですけど、機械よりさらに進んでいて、その WeChat のミニアプリをロードするコードがあって、それをスキャンするとメニューが自分のスマホで出てきて、それをどこで食い、それを、注文してそのまま決済をすると番号3567が出てくるのを取りに行ってくださいって言ってくると
なのでまあこれを仮に日本だとまずアップストアを使ってアプリをダウンロードで次は会員 ID を登録して、いやもう注文待ってるしみたいな感じなので、まあ、そういうその、世の中にあるものをすぐに使うためにどのくらい手間を省くといいんでしょうねと、この解決策が、まあ、こういうミニアプリにあるんだろうなと思います。じゃあもう一個でかいところで言うと、まあ、アリババのアリペイですね。アリペイっていうのはもともとアリババの子会社のアントフィナンシャルって会社が提供する決済アプリで、タオバオっていう、まあ、いわゆる EC ですね、タオバオの決済機能を切り出してオープン化を進めたというサービスです。まあイメージを置き換えると、例えばメルカリの場合はメルカリってものを売ると、売上金が、入って、でその売上金で他のものを買えますってあるんですけれども、それを他のサービスでも買えますよというような感じです。で、まあ、クーポンとか、まあ、WeChat も同じ機能はあるんですけど、アリペイの場合はクーポンとか信用ポイント、G マ信用みたいなものを配ることで、まあ、競合プラットフォームに対抗しています。一応 G マ信用についても、まあ、記事とかで見たことがあるからちょっとあると思う人もいるので紹介をしておきますと、WeChat、G マ信用というのは信用の、ポイントになっていて、でも信用って何かっていうと、例えばシェアリング自転車をちゃんと返しましたかとか、ホテルに行って何かホテルの備品を壊したりしませんでしたかというところで、まあ、いわゆるその C2C であったりとか、まあ、エアビーとかもそうですね、そういう C2C サービスで相手間の評価みたいなものを積み上げて数字を作っていきましょうというところです。でまあ、これがいわゆる政府がこれで何か管理をしているんだみたいな、そういう文脈でたまに出てくることがあるんですけども、実はそういう話ではあまりなくて、まあ、もうシェアリングエコノミーで相手のことが分かるようになって安心して使えるようにしましょう。でその上で、シェアリングエコノミー、この GMA 信用がたまるシェアリングエコノミーを、積極的に使うようにしましょうって、まあ、シェアリングエコノミーにおける囲い込みみたいな、そういう観点で作られているサービスだと思います。でアリペイ自身、他にもそのいわゆる行政とかを、支援するサービスをよくやっていまして、でまあ、これも WeChat にもある機能なんですけれども、まあ、例えば、台風が来るので気をつけてくださいみたいなお知らせから、ビザを取得したり、社会保険を管理したり、で税金を払ったり、さらにすごいのは、駐車違反をすると QR コードが貼ってあって、もうこれを納めてください。いや、そうしないと多分現金持ってないから誰も駐車違反の反則金を納めないということで、駐車違反の反則金まで納められるという、いろんなサービスがあります。で、こういったサービスは、アリペイ自身が、まあ、リリースを見ると結構書いてあるんですけれども、こういう政治系の、まあ、B2G といわれる領域のベンチャーをアリババがどんどん買収していって、このメニューにバンバン追加していくと、まあ、そういう感じで進んでいるようですので、まあ自治体によって使えるサービスも違うんですけれども、例えばある自治体でイケてるサービスがあったら、それをアリババが買収して、じゃあこれを他の自治体にもどんどん入れていきましょうみたいな、そういう拡大をして成長しているようです。で、あと今回の観察会でも多分すごい使っていると思います、高徳地図ですね。で、高徳地図も実はアリババの傘下の地図アプリで、で、まあ、Google マップとかと同じ、いわゆるスマホの地図なんですけれども、位置情報のデータベースをものすごくしっかり作り込んでいて、そこにクーポンとかレビューとか事前決済サービスを統合したりしています。であとナビとしてもすごい優秀で、例えばこれさっき、伊藤さんのスライドにもちょっとあったバックミラーですけれども、そのバックミラー用の、アプリがあります。でバックミラー用のアプリがあって、ここにこう、目的地とかが、まあ、ミラーに半透明に出てくるんですけれども、まあ、鏡をベタベタ指で触って目的地設定するのはちょっとありえないよねと思うんですけれども、これは、位置情報を設定していないときには既に QR コードが出ていて、で QR コードをスマホで読み取って、でスマホ側で目的地を設定すると鏡にデータが飛ぶという仕組みになっているので、まあ、指紋がベタベタつくことはなく、基本的にスマホで操作して、あくまでこの画面はサブディスプレイとして使うと、そういう設計になっているそうです。で、そうですね、先ほどのもう一個の POI の話ですけれども、例えば、これは近くの、すぐ近くのショッピングセンターなんですけれども、ショッピングセンターのフロアごとにどういうものがあるかってところとか、あるいは Google マップにはないトイレって検索すると、何階男性トイレ、女性トイレがありますか、ザザザザって出てきます。で、このフロアマップが出てくるって、まあ、異様に細かいです。で、実際に、どういう感じでやるかというと、まあ、位置情報を検索すると、まあ、レストランとか出てきて、でまあ、こういわゆる食べログみたいに星が出てきます。でそこからカテゴリーを絞り込むと、火鍋ですとか、こう全部カテゴリーを絞り込みます。
でさらに、もう店を見つけてタップすると、まあ、ランキングを見る、まあ、他で食べログですね。でランキングを見てそこからこう写真のレビューを見てでここに、クーポンとかが並んでいてそこから会計ボタンを押すとアリペイが開いてでアリペイ側で、会計用の QR コードが、ドンと出てくるみたいな、うん、そういう感じでもすごいインテグレートしていて、まあ、あの地図アプリというところを超えてかなり頑張ってます。食べログとかだとランキングのボタンを押した瞬間にお金を払ってくださいって言われるんでなんでこういうふうにビジネス展開したいのかなっていうのが結構気になるところですね、はい。でもう一個食事で言うと、発音的なアロマッチっていう、デリバリーのサービスがあります。で、まあ、多分これ日本だとウーバーイーツみたいなサービスが分かりやすいと思うんですけれども、いわゆる、ピザとかうどん、そばの出前と違って、お店が出前の人を用意するのではなくて配達員が取りに来て、その注文した人を届けるというサービスをやっています。で、配達員というのは、まあ、会社や学校の休み時間を利用しているケースが多くてで、まあ、どのくらい儲かるかって大体1件届けると5件とか10件とかが手に入るらしくてでそうすると、まあ、昼休み中心で頑張ると2万円ぐらいで、まあ、フルタイムで頑張ると月8万円ぐらい儲かると言われています。で、まあ、この辺すごいユーザーの、獲得とかでも本当によくできているのはみんなで注文っていう機能があって例えば、会社とかで、例えばじゃあみんなで、今日はこのイタリアンを取りましょうとか言うとおそらくこう例えばチャットとかを使ったとしてもはい君は何を取りますってこう全部聞いてそれを代わりにこう全部、ウェブの画面に移してそれで届いて届いた後お金をみんなで割り勘してってやるだけなんですけれどもこの場合は、注文を一緒に載せるだけであって実際の選択は各自にやってもらうとなのでこの注文のセッションに入れる URL が発行されてそれを WeChat とかでパッと共有してじゃあ僕はこのピザを取るぜとか僕はこのスパゲッティを取るぜって言ってで会計もそこでできるので自分の WeChat アカウントで支払ってで最後にまとめて注文ってやるとお店側は、全員分の注文をまとめて届けてくれますとそういうサービスもあります。で、そういったところで言うと、まあ、もうちょっとまたグルメテック他にもあって、これは、メイっていう、レストランの予約をするサービス、サービスで、ここに出てるのは、どのテーブルに何人待ちになっていて何分待ちますっていうあのいわゆるレストランとか銀行にあるあの券を取るサービスをそのままリモートでできますってやつですね。で、これを使って例えば2円払ってチケットを取ることができます。で、これで実際どんな感じかというと、まあ、多分動画を見た方が多分早くて長いから早くしようかな、まあこのようにこうなんかアプリ側でこう何人でやりますってこうやるだけでもチケットを取ったことになっていてで、実際に現地に行ってこう予約の画面の QR コードを見せるともう先に案内してくれます、はい。で、あるいは、お机の上に QR コードが貼ってあるのでその机をスキャンしてで机の中何を取りたいですベブベって選ぶとそのまま注文が終わりますというようなソリューションを提供しています。おちょっとで、このようにテーブルをスキャンすると出てくるんですけれどもこれあのリアルタイムで変えられるのでこの場合は、みんながたくさん注文したランキングみたいなものを自動的に生成して、とりあえずうまいもの順に取れますみたいなそういう機能もあったりします。で、まあ、ちょっと食事の話が続いたんでちょっと別の話もしますと QQ、これは、いわゆるチャットのアプリで WeChat との前からあった、歴史の長いアプリで今でも、そうですね、ビジネスの会話とかをする人も結構多かったりあるいは、もっと若い人が、コミュニティに使っていることが多くて今ではやはりそのグループチャットの機能がすごい伸びています。でゲームであったり地域であったりユーストピックであったり、まあ、そういった会話をしている人が結構多くて、
今だとディスコードとかテレグラムみたいなものがいわゆるグループを知らない見知らぬ人同士でグループを作ってそこで会話をしましょうみたいなそういう、いわゆる SNS 的にもより SNS 要素の近いチャットアプリだと思えばいいと思います。で、まあ、どんな感じかというと例えば、私ウェブエンジニアなんでリアクトとかで検索するとこうリアクトのコミュニティがザーってできましてで、たまに、このコミュニティの中に有料ってやつがあってこれ有料って何かっていうとこのコミュニティに入るためには6元払ってくださいみたいなちゃんと気合いある人しか入れないですみたいなそうやってこうコミュニティに対してコミュニティにログインするのにお金を取ったりとかあるいはちょっとちらっと見えてるんですけれどもこのコミュニティは男性が 82% で、90年代生まれの人が 58% で、みたいなこういうその、そのチャンネルの、どういう人がいるかみたいなことを先に見たりとかして、入ったりすることもできるようになっています。でまあ、もうちょっとコミュニティの話をしますともう一個は GFOO ってサービスでこちらは質問とか話題に対して物知りが答えてくれるみたいなサービスで、まあ、日本だと Yahoo 知恵袋みたいなサービスがあると思うんですけれども Yahoo 知恵袋によりも答える側の人にすごい重きを置いていて、まあ、すごい物知りが持ち上げられるのが物知りがすごい重宝されるみたいなサービスで例えばこの右側にあるのは、人工知能のことについてすごいベストアンサーを飛ばしまくる人に対してライブで質問ができますみたいなそういうリアルイベントをやってて530件ですみたいな、 なんかそういう謎のサービスもやっていたりします。で例えばこれはなんか、最近入っている、まあ、ポプテビビックをこう検索してポプテビビックの 1話の元ネタを教えてくださいみたいなそういう質問をしてみると、まあ、このポプテビビックの元ネタはですねみたいな話を無限にこう続けてですねどんだけ長いんだみたいな超長いですね。これYahoo 知恵袋でいう質問に対する回答ですね。こんな回答するやついないでしょみたいな感じではい、だ全然知らなかったぐらい異様に多分日本人よりもよく見てるんじゃないかなというこの異様にあるです、まあ、スクロールはこんな短いのどんだけ書くんだよ。これが質問に対する回答です、はい、という感じで全然気づかなかったやつが無限に書いてあってこう長いな僕の友達でもポプテビビックアイコンにしてる中国人いるね。はい。いきなりなんか見たことあるよって言ったら殺されたから書いてあって最後にこういう感じでしたいいね線みたいな感じでこう押さったとかみたいなそんな感じです。で、まあ、その、すごい人が持ち上げられる系でいうともう一個例えばカラオケもあるので、カラオケでいうとさ高須さんがちょっとちらっと話をしていた、カラオケをアップロードするソーシャルサービスっていうのがありましてこれ全民経由だってまあっていうものでしてこれは、いわゆるニコニコ動画にある歌ってみたみたいなやつに特化したユーザー投稿型のサイトで、まあ、歌が上手い人にフォロワーがすごい集まりますと。でまあ、そうすると当然スマホを使っていい歌をアップロードするというところが多分重要になってくるのでそのための機材とかエフェクトとかそういう市場が出てきます。例えばこれは、Bluetooth マイクとスピーカーを一体化された、まあ、ちょうど高橋さん今回も使ったカラオケマイクですけれども気合が入ったやつになるとミキサーが出てきたりとかあるいはこの、唾が飛ばないようにこうフィルターがついたりとかして値段も639元なんで1万円くらいするみたいな結構ガチな感じのものが出てきます。であるいは、こういう、まあ、今回もちょうどトリックアップで見たことあると思うんですけれどもこの歌ってみたをするためのブースみたいなものがあってでこれはそのスマートフォンでログインができるので誰か他のなんか自分のフォローしている気になっている女の子の歌ってみたを取り出してそれと一緒にデュエットをしてみてアップロードするみたいなそういう遊び方もできたりします。で、もう一個コミュニティを言いますと、まあ、ビリビリ動画っていうのがありまして、まあ、これはニコニコ動画のクローンというふうにも、まあ、昔結構言われたこともあると思うんですけども中国の動画投稿サイトで、で、まあ、昔はやはりその いわゆる違法アップロードのものが多かったんですけれども最近は、秋葉原にオフィスがあって日本の作品の版権をガンガン購入して正規配信のアニメがすごい増えているというところです。で、よくニコニコ動画だったの何でしたっけ、プレミアム会員っていうのがあって月に500円でしたっけ、500円を払って追加のサービスが受けられるっていうのがあるんですけれども、
こちらの場合は、投げ銭をすることができて、投げ銭を月に、まあ、500円だか忘れたんですけれども、30元でしたかね、30元以上投げ銭をすると上級会員になれますと。なので別に自分がどの作品を応援しているかというところで、まあ、ある程度その意思を反映して、いや僕はこのアップロードした人がすごい好きなのでその人に投げ銭をしますよと。でまあ、もちろん投げ銭の一定の割合は運営が持っていってますので、あの別に運営側にお金が入れないわけではないんですけれども、ユーザーがその支援するっていう気持ちがある程度以上ある人が、ビリビリによって持ち上げられて上級会員になれますと、そういう、機能があります。で、あとはやはりその先ほどの GP の例にもありますと、やはり物知りを支援する、物知りが持ち上げられる文化があるので、まあ、掲示板機能がすごい充実していたりして、そのアップロードした動画に対して考察をガンガン書く人とかが結構いたりします。例えばこれが先ほど その、投げ銭のところですね。これ10ビリビリコインで多分10元なんで、ここの作品に対して、100何十円投げますみたいなボタンを押して投げると。であるいは右側見るとこの作品のこれ弾幕ではなくて、ここにこうレビューとかを書いたりすることができるようになっていて、まあ、やはりコメントをだらだら流すというよりは、もうちょっとその僕は物知りなんでみんな見てくださいみたいなことを言ってる人が結構多いというところがやはり違うところですね。で、例えば、このビリビリあとですね、このビリビリ動画、その動画をシェアする機能もすごいイケていて、右側に GIF ってボタンがあって、これを長押しするとその動画がクリップされて、このアニメーション GIF をそのまんま WeChat に投げられるかっこいい、はい、機能があって、なんでこういうのビリビリとかないのかな、ニコニコとかないのかなみたいな気がしますけど、こうやってその動画をアップロードするっていう、まあ、一番そのユーザーを呼び込むところとかの機能を作り込むのもすごい綺麗にやっています。でまあ、そんな感じで、まあ、いろんなサービスを見てきたんですけれども、ちょっと改めて切り直して、その社会プラットフォームとして、まあ、その深センの実験として話もあったと思うんですけれども、ネットサービスはどう社会に関わってくるんでしょうみたいなところをちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、まずはいわゆるシェアリングサービスとして、まあ、WeChat やリペのログインと決済が組み合わされるといろんなものの貸し借りが楽ですよねというところで、まあ、シェアリング自転車、シェアリングモバイルバッテリー、シェアリング傘、シェアリング自動車、まあ、今回これ旅行中全部見たと思うんですけれども、まあ、そういったものがあります。で、特にアリババに関してはそこの部分の取り込みで G マシン用というのを使っていて、まあ、G マシン用が一定以上あれば、ヤージン、いわゆるデポジットがいりませんみたいな、そういう、ことをして、そのシェアリングサービスを囲い込むというところをやっています。で、そのため例えば、G マシン用をログインすると、 G マシン用を使ってこんなサービスが使えますみたいな感じで、例えば、これはですね、浄水器のレンタルとか、なんか普通にシェアリングじゃなくて普通に日本にもあるじゃんみたいなものもあるんですけれども、浄水器のレンタルとか、これ家のレンタルって普通に賃貸住宅ですよみたいな、はい、そういうものもなんかあったりします。で、一方でそのシェアリングエコノミーの、その、悪いことをする人にペナルティをしましょうみたいな話は、当然先ほどのジーマシン用の話もありますけど、例えばモバイクとかも、これはなんか公共の看板のように見えるんですけど、実はモバイクが勝手に置いた看板で、ここにモバイクの自転車を置いたらあなたの信用分がなくなるからここには置くのやめましょうみたいな看板を勝手にモバイクが路上に設置をしていたりしています。なのでモバイクが行政なのかもうよくわからないっていう感じですね。はい。で、アリババの先ほどの、スマートシティのところですけれども、アリババのそのスマートシティは、アントプラットフォームっていう名前でこうパッケージ化して売っていて、で、その EC 向けのソリューションとか、今日多分、深圳大学に行かれた方は見てるかもしれない、スマート駐車場であるとか、スマート物流とか医療とか、こういろんなプラットフォームを、アプリとして提供して、行政であったりとか、いわゆるショッピングモールとかの不動産屋とかに売ったりしています。で、このいわゆる今のアントプラットフォーム何ができるかって、例えばこれは本人確認をする機能を切り出していて、まあよくいろんなウェブサービスが免許証を上げてくださいとか、電話番号を確認しますとかいろんなことやってますけど、そこをアリババに丸投げできるっていうサービスで、こう電話は名前を入れて、中国の身分証 ID を入れて、こう顔をこううんって撮影して、でそれで OK が出ますみたいな、でそれをやれば5円とか18円代わりに取りますよみたいな、そういうサービスをやっていたりしています。
で、アリババ、すみません、まあ、ちょっとこちらは WeChat の話なんですけれども、医療とかも割とスマート化が進んでいて、まあ、保険証とかカルテとか、そういったものを統合しています。で、これ一番すごいのは、こう、体のここが痛いですとか言うと、こうチャットが出てきて、いや、こういう症状なんですとか言って、そうすると、じゃああなたはこの、診療科にかかってくださいとか、先生の名前がずらーって出てきて、で、こうタップするとその場所を予約できますみたいな、そういう、サービスもあったりします。で、先ほどの話をした、アラーマとかもそうなんですけれども、いわゆるデリバリーサービスだけを切り出したものもあります。で、これはダータっていうもので、暇な人、まあ、クラウドワーカーに配達をお願いできますと。例えば今ここに書類があるので、その書類をどっかに届けてくださいみたいな、そういうことをするのに、配達をしたりとか、あるいは花屋とかがあったときに、花屋自身が別にプラットフォームは登録していないんですけど、お客さんに花を届けるって作業だけ外注したいよねみたいなときに、花を届けてくれる人を探すとかってことができるサービスで、まあ、起動するとこのエリアにこのくらいワーカーがいますよってできて、でタップするとそのワーカーの人が花を取りに行って届けたりするという、ものがあります。で、デリバリーでいうと、チャイナオっていうアリババが構築したサービスがあって、先ほど、アリペイがアリババの中の決済を、外に出したって話をしたと思うんですけど、こっち側はアリババが持っている物流のプラットフォームを他の事業者も使えるようにしたっていうものです。で、チャイナオプラットフォームを用いて、例えば全然違う EC がチャイナオに登録して配達員を呼んで、届けたりすると、これはチャイナオのプラットフォームで全部検索ができるので、例えば日本の場合は、黒猫 ID と佐川 ID と郵便 ID を取ってくださいとか、まあ、なんか再配達は全部バラバラに紙がたくさん来るとか、あるいはその、ですよね、宅配ボックスとか、あるいは駅にある宅配ポストを使うにはそれぞれウェブアカウントを登録してくださいとか、まあ、そういうことが基本的にないですというユーザー側のメリットと、あとその配達員側としても先ほどのサービスにも近いんですけれども、このトラックは帰りは空で運ぶのでみたいな時に、才能側からその余ってるこれだけの荷物を運んでくるみたいなタスクを引き受けて、やったりとかってことができるので、その物流の、ユーザーだけではなく担い手も含めてその、負荷を軽減しましょう、みんなでデータを共有して、良くしましょうってことをやっています。で、それをやるとアリババにすごいその物流に関するデータが集まるので、もっといくとこの AI のサジェストもしてきて、なんだろう、リンゴ100個はそろそろ売れそうだからこの倉庫に移動しといた方がいいですよみたいなサジェストとかもするように最近なっています。で、チャイナオどういうものかっていうと、チャイナオ自身いわゆるそのコンビニとかの引き渡し拠点でも受け取りができるっていう機能があるので、まあ、これちょうど今回新鮮大学行ってきて実際その引き取りの拠点を見たので、ちょっとその様子を紹介するのですが、まあ、こう左のようにこうぐちゃーってこうなんか大量に段ボール箱が並んでるんですけれども、この段ボール箱はこの適当な棚にバーッと置かれていて、でどの棚に置かれたかっていう情報が、自動的に記録されます。でこれがあると何が起きるかっていうと、そのスマホ側にあなたの荷物は561番の棚の何段目に置いてありますみたいなプッシュが先ほどのチャイナオアプリに届くので、実際に荷物をこう自分でピックアップをするということができるんですね。なので配達をする必要はもはやなくて、こうぐちゃーってとりあえず置いておいて、それを一応棚に並べておけばあとは取りに行けますみたいな、そういう、仕組みがあります。僕その自分のドローンを壊れた時にバイオレットスーに手伝ってもらって、ドビーを北京に直してもらったんだけど、1週間経たずに届いたのね。こっから北京に送って、北京の方から見積もりで150人民元払え、お前のせいで壊れてるっていう連絡が入って、それまでアリペイでお金払って、で、まあ、つまり注文から届くまでこっちから北京に行って向こうで直して帰ってきて1週間弱で、これ日本よりすごくないかと思って、でもさっき戻ってもらっていい、あ、次行ってもらっていい、そう、民度変わってないんだよね、荷物をこう置くんだよこの人たちなんだけど、 IT テクノロジーがあるとこれとその1週間で届くのが多分両立するんだなと思ってど
という感じです。なので、まあ、伊藤さんの話にも、高さの話もある通り、テクノロジーを使ってとりあえず並べておいて、みんなスマホを持ってるんだから、スマホで情報を流せば物流という大きなテーマは割と解消するよねというところがあります。で、まあ、財団自身の成長って、これすごい、スライドないんですけど、面白くて、アリババって、まあ、多分聞いたことあると思うんですけど、11月の11日は独身の日のセールだとか言って、なんか通常のなんか10倍とか売れるんですけれども、この、通常の10倍売れるセールっていうのはジャック・マンはすごい面白いことを言っていて、この10倍売れるというセールは3年後にはそれが通常のトラフィックになるから、それは予行練習として毎年こういうヤバいセールをやるんだと。でそこで出てきた問題点をちゃんと3年以内に全部潰せば、それは3年後にはそのプラットフォームとしてちゃんと動くことになるから、毎年そういうストレス接続してやばい制度をしますよというふうに言っています。バルスみたいな、はい、そうですね。なお去年のバルスでは1日2兆円売れました。3年後は毎日2兆円売れる。そういうものですね、はい、楽天の年間売上は1兆円にいかないです、はい、というこのバルスを実際にやるってところがすごいなと思います。で、まあ、そういう、まあ、ぶっ飛んだ中国のサービスというのは、まあ、我々が何か作るときのプロダクトにそもそも参考になるんでしょうかというところはまあありますが、まあ、これ結構難しいというのは、まあ、が多分あると思います。で、まあ、そもそも前提が日本といろいろ違っていて、まあ、ネットユーザーでいうと日本の20倍ぐらいいます。でそれは人口が多いことと、あとはまあ年齢ピラミッド、まあ、先ほどの図にもあった通り、まあ、深圳の65歳以上人口っていうのはまあ全体の 2% しかいないとか言われてるぐらいなので、まあ、人口が多くてさらに若者が多いので、まあ、ネットユーザーは日本の20倍ぐらいいますと。であとは、決済がすごい安いですっていうところがあって、でこれは、日本より30年後にシステムが完成したとか多分一番大きくて、まあ、日本は30年前に作ったので、まあ、それに比べれば最新のものだから安いよねみたいな話ですね。で日本だとまあ銀行振込って1回200円かかりますけど、中国だと2円以下でできてしまうので、まあ、そう考えると100倍安い、100分の1のコストでできるから、まあ、それは確かにモバイルバッテリーを借りた瞬間に1回お金取ってもまあ大丈夫だよねみたいな、そういう、そのトランザクションのコストが超安いみたいな話もあります。であとはそのグレートファイアウォールがあるので、まあ、その自国産業が実質的に保護されていきますと、まあ、Google つながらないよね、Facebook つながらないよね、Twitter つながらないよねっていうのは、まあ同時に、高徳地図が伸びていったりとか、QQ が、中国におけるその、ソーシャルの、中でメジャープレイヤーになっていくとか、まあ、そういうことが起きていきます。ただそれでも、重要なのは、やはり中国でもいろんなサービス失敗した上に、新しく成功が積み上がっていて、例えばシェアリングサービスの中でシェアリングバスケットボールっていうのが一時期あったんですけど、多分誰も見たことがなくて、多分その業者は早々に潰れたと思いますし、はいはい、なので、まあ、これはうまくいかなかった、これはうまくいった、だから今は、アリババはこういう才能みたいなサービスがあるんですっていうところを多分学習するのが多分一番重要で、まあ、中国でどういうことを失敗してどういうことを成功したんだろうね、どういうサービスに生き残ったんだろうねっていうところを観察するっていうのが多分一番日本とかその他の国で仕事をするのに多分役に立つのかなと思います。でまあなんか若干宣伝的な話でもあるんですけれども、まあ、ちょうど私、ペーモという、サービスのところの技術支援をしていまして、まあ、この、サービス提供しているエニーペイさんは、セブの出張所にも予算をしておりまして、でまあ、こちらの、ところでやってるのは何をしてるかっていうと、まあ、QR コードで決済できますみたいなサービスなので、まあ、さっき高須さんが電子部品を一個一個売りたいよねっていうんだから、まあ、ペーモで全部 QR コード作れるんで、この QR コードを全部守り貼れば、これはそのままできます。なので、まあ、そういったところも含めて、まあ、なのでこう、よく見るとプロテインにも実は QR コードが貼ってあったりとかをしていて、プロテインを飲みたいと思ったら QR をスキャンしてるんです。ワンスクープ持っていけばいいなというのを作ったりとかしています。であとはこれ後ろにスープとかカップ麺なんですけど、それも全部ユニークな QR コードがあるので、まあ、スープ飲みたかったら QR スキャンしてスープ飲みますみたいな、そういうことをしたりしていて、まあ、こういうのはまさにその中国で見てきたものであったりとか、まあ、中国でどういうサービスがうまくいったんだろうねみたいなところを参考にしながら作ったりしています。なので、中国のサービスをそのまま持ってくることはもちろんできないですし、まあ、モバイルが多い方が日本で大成功するかってあんまりよくわからないところもあるけれども、中国で起きてきたことを観察してそれをもとに仕事に生かすということはすごい重要じゃないかなと思います。
で、まあ、中国、まあ、どうしてこういうふうにサービスがすごい進んだんだろうねってところを言いますと、まあ、一つはその物流の進化ってところが、まあ、非常に大きな引き金になったと思うんですけれども、まあ、先ほどの伊藤さんのスライドにもあった4大発明の1個はネットショッピングであったとおり、やはりその物流の進化ってところが大きいんですけれども、まあ、その一つとしては先ほどの、独身の日のストレスですとってところですね。であるいは、人件費に関しても先ほどのダーダの例の通り暇な人にその花を運んでもらえばいいんじゃないかっていうそういう考え方から、まあ、固定的に人を雇うことはできないんだけどサービスを拡張するために、人の力を借りたいですってニーズが解決されていくと。なのでそのいわゆる社会問題として その内需の拡大や人件費の高騰とも対してテクノロジーで勝負しているってところがあります。であとこのジーマ信用とかもやはりその、まあ、ビッグブラザーのような文脈ではなくて、うん、いや純粋に C2C サービスを使うときにみんなが信用しないとそれは借りた傘も返ってこないし、まあ、自転車も乗り捨てられちゃうのねみたいな話があって、なので性アクセスでやってしまうとどうしても広がらないのでユーザーを教育させたりユーザーに習慣化させましょうっていう文脈でやはりそのジーマ信用のような、ちゃんとお金を返したらちゃんとその分はプラスにしますとそういうものが作られていきます。やはりまた AI とかコンピュータービジョンも似たような話でして、まあ、その治安の維持みたいなところにはまあ大きなコストがかかるんですけれども、まあ、そういった部分にかかるコストっていうのを避けていきましょうと。なのでやはり中国の、ウェブサービステクノロジーの進化と思うのは、まあ、かなりの部分は社会問題を解決するとそういう文脈で出てきています。で、まあ、そういったところを含めて、まあ、なんで社会にテクノロジーが浸透したかって考えますと、もちろんその研究資金が豊富であるとか若者のニーズが高いっていうのもあるんですけれども、やはり一番大きいのは、まあ、トライアルが多くて、まあ、当然失敗も多いっていうところが多分一番重要なところだと思います。やはりそのテクノロジーを生かしてきては待てよ、そのテクノロジーが、お金を生み出すんだ。日本だとどうしてもそのテクノロジーがコストと捉えられがち、例えば、まあコンピューターの更新コストですとかあるいはシステムの維持コストですっていうふうに言われてしまうことに対して、中国の場合はテクノロジーがやはりその問題を解決して事業を伸ばすんだっていうふうに思っている人がすごく多いです。でそういったところから、特に若い社歴なんか浅い会社の挑戦がすごく多くて、で、まあ、この図にあるのはこれはノーソンターバオっていうサービス でこれは、農民やはり中国の農村部って、まあ、もちろん進化が進んでいるとはいえども、やはり日本の農村以上に厳しい状況に置かれているので、まあ、そういったところに対して青葉のインターフェースを作りましょうと。これインターフェースなんですよ。ここに行くとお兄さんがいて、お兄さんが注文を代理で受け付けてくれて普通にピッピッって発注して手渡しで物を渡しますっていう、そういうもはや電気が動かなくても青葉はここで動きますみたいな、そういうテクノロジーをやったりとかをしています。で、まあ、やはりそのイノベーションが遅かったり遅れていく、そのキャッチアップが難しいところに対して IT ベンチャーがテクノロジーを供与すると、そういう仕組みが含めて、やはりその、まあ、中国の目標としてもいわゆる商工社会っていって、その、なんだろう、少しのゆとりのある社会を、中国全体に行き渡らせましょうっていう目標があって、やはりそこの部分に対してテクノロジーカンパニーがそこを目指していくっていうところが、まあ、この中国の、サービスが伸びていく一因かなと思います。で、まあ、ちょっとまとめに入りますと、まあ、やはりテクノロジーと産業の融合事例がすごく多いというところがやはりありまして、まあ、ウェブアプリやハードウェアや既存産業って、まあ、いろんなものがこう違和感なく問題解決っていうテーマでミックスされているところが大きいです。で一方で、まあ、さっきのシェアリングバスケットボールみたいな、まあ、失敗したサービスもすごいたくさんあって、で、まあ、新陳代謝がすごい激しい中、まあ、どういったサービスが生き残ってるかっていうのを観察できるってところが一番重要です。で、まあ、我々がどう捉えるかといいますと、まあ、日本自身もまあ非常に大きな社会問題をたくさん抱えていまして、まあ、少子高齢化もそうですし働き方改革もそうですし、まあ、多分いろんな問題抱えてるんですけれども、まあ、そういったことに対して日本ではどういう事例がフィットするんだろうっていうのを探して、それを試しているのは多分一番大事です。なので例えば、まあ、シェアリング自転車をそのまま日本に持っていくとどういう問題解決するんだろうねっていうのをちゃんと考えてみたり、で実はシェアリング自転車も中国ですごいうまくいってる花形ってわけでも多分なくて、でおそらく深圳に何度か行かれてる方だったと多分シェアリングサイクルちょっと減ってると思うんですよね。で多分自転車すごいボロくなっていて、だんだん運転しづらいチャリが多くて、なんかくじを引くようにチャリを借りないといけないみたいな話が出てきていて、なので、まあ、シェアリング自転車もこうやると1年か2年でボロボロになりますと、
多分中国は日本に比べて 何でも5倍から10倍早いので、多分日本でシェアリングサービスを、シェアリング自転車を導入した20年後はこうなりますみたいなことを常に見せてくれているというところがあります。なので、じゃあ日本風にやるならどうすればいいんだろうねっていうのは、中国の成功や失敗を見ながら考えていきましょう。で、まあ、少子高齢化に対しても同じような話ができていて、まあ、先ほどの農村タオバオの例もそうですし、まあ、自動運転であったりドローンってものがどうやって中国の農村部にアプローチしていくんだろうっていうのをやっぱり見ていくっていうのが重要だと思います。で、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど、ネット人口が日本の20倍いるっていうのは、まあ、例えば日本だ と,、100万人のウェブ、10万人しか集められないウェブサービスは中国で200万人集められて、200万人集まるってことはそれなりの成功事例と失敗事例が積み上がりますと。なので20倍高速にイテレーションができるっていうことなので、まあ、失敗も多分20倍多いよねってところなんですけれども、残念ながら失敗の事例って日本のメディアにほぼ出てこなくて、まあ、出てくるとしてもなんかすごい、なんかこう、なんだろう、失敗に対してなんかあはと笑って飛ばすぐらいの話でしかなくて、なんかこういう先ほどのシェアリングバスケットボールも、多分シェアリングバスケットボールがどうなったかもしれませんし、何でしたっけ、大きな、下を車がくぐり抜けるモノレールみたいなやつを発明した話がすごい出てきましたけど、あれがどうなったかとか多分誰も知らないとかって話があって、なので、まあ、自分で中国の気になったサービスをちゃんと使ってみて、まあ、使いにくいところとかを感じたり、そのサービスがどうなったんだろうねって考えることはものすごく重要だと思います。という形で以上でまとめなのですが、まあ、なんか今回中国皆さんすごい人生に興味を持ってもらったので、おまけ資料で中国のウェブサービスを喋ってる人は、まあ、どういうアプリ使うんだろうってこと、一応おすすめアプリの一覧をなんか載せたと思ってきました。全部話すのすごい大変なので、まあ、写真を撮ってみたり、あ、ちゃんと PDF は見えるんでそれでも大丈夫ですが、まあ、こんな感じです。ありがとうございました。伊藤さん、パソコンの使い方お願いします。